こんにちは、日野です。今日は2024年の7月の22日になります。ちょっと急にまた雨が降ってきまして、今夕立みたいな感じで降っております。最近雨が急に降ってくることは多いですね。なんか夕立みたいなゲリラ豪雨というのか、そういうのがね、天候が急変することが多いなと感じます。土曜日のメルマガで、日曜日配信のメルマガに書いたんですけれども、帯状疱疹が今増えているということで、ニュースでも、ニュースというかヤフーニュースでやっておりました。で、これは前々から言われていたことで、すごい雷が鳴っております。前々から言われていたことで、そこにはですね、お医者さんの見解として、夏場で免疫が落ちてみたいなことが書いていましたけれども、であとコロナの影響もあるんじゃないかみたいな。でも、結果的というか、結論的に言うと、もう、お分かりのように、注射の副作用ですよね。それが結構大きな比率を占めてるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとかなりまた雨が降ってきました。なんか最近こういうの多いですね。急に降ってくる。天候が急変して、降ってくるっていうね、ことがあります。で、帯状疱疹の要因としては、もうお分かりのようにですね、注射ですよね。2021年から打ち出した注射によって、全体的な免疫が落ちてるっていうことが一番だと思いますけれども、それによって、帯状疱疹が起こってきているっていうのが、一番ではないかなと思いますね。ですから、それをメディアは一切言いませんので、原因いろんな理由をつけていますけど、注射についてのことは一言も触れないというね、そういう不分立というかあるんじゃないかなと思います。で、9月、10月から始まってくるレフなんとかっていうのもですね、いろんな方が警鐘を鳴らしていて、ここでも何度も取り上げています。ごぼうの塔の奥野さんっていう方が、SNS 上で、X ですね、X で、結構ね、いろんな、今後のことに関して述べていますので、また、ご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、非常に、最悪の想定ってしとくのが大事だと思うんですけれども、最悪の想定の一つとして、その、奥野さんがおっしゃってることはですね、確かにそうだなっていうふうに思えるんですよね。そのために、いろいろ政府をですね、準備していってるというか、いろんな法律を作りながら締め付けたり、あるいは強制的に接種ができるような方向へと導いているというのか、で、自治体を飛び越えて政府が指示を出せるとかね、緊急事態になった場合、そういったことも、されてきていますから、今準備していってるというかね、ということは裏を返せば、レプなんとかによって、どういうことが起こってくるかっていうのもね、予測しているかもしれないですよね。それによって準備をしていると。だから、実際どこまで、どういうふうに、なんとか現象も引き起こされるのか、打ってない人もどれだけ影響を受けるのかっていうのは、なってみないとわからないっていうのがね、正直なところです。けれども、最悪の想定の一つとして、奥野さんがおっしゃってることとかもですね、頭に入れとくのはいいのかなと思いますね。鳥インフルエンザっていうのが、少し前からずっと言われてきていますけれども、このレプなんとかによってですね、拡散されていったとして、これはまだわからない。現段階では何とも言えないですけれども、拡散されていったとして、それがどんどんね、広がっていけば、それをですね、鳥インフルエンザのせいにして、緊急事態宣言を出して、で、強制接種へ持っていくみたいな、そういう流れも起こりうるような状態になってますよね。で、SNS 上でもいろんな意見がもう言えなくなってきている。それを法律で固めてきていますから、いずれ、政府の意向に反するようなことはですね、
言えなくなるっていう時代がもうすぐそこまで来ているというふうに思いますね。ですからそうなってくると、まあ、いろんな意味でね、国民が監視されていくような状況になっていくと思いますので、まあ、情報をしっかり、取っていくっていうことも大事だと思いますし、メディアの情報だけに、ね、惑わされるのではなく、まあ、いろんなところから、情報を集めてですね、で対処していく。で、解毒に関しても、もしこう、接種してない人、接種してない場合でもですね、接種した人に、こう、同じような状況、接種したと同じような状況になるとも言われてますし、まあ、それがどこまでどうなのか、僕は打ってない場合はですね、なんとか対処の仕様もあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういう解毒方法というかね、体の代謝を上げておくっていうこともしていく。で、それに対して、じゃあどうやって解毒していくかっていうのも、ですね、準備しておく。まあ言ったように、微生物、有効微生物、EM 菌とかを使うのもすごく、常備しておくっていうのもいいと思いますよね。それを空間で使っていく、あるいは人体に取り入れていく、EMX ゴールドっていうのもありますので、そういったもので、内側と空間をね、整えていくというか、善玉菌空間にしていくっていうこともしていけますし、いろんな、対処方法は僕はあるというふうに思っていますので、そういったことをね、これからも伝えていければと思っています。ということで、今回ですね、以上になります。ありがとうございます。